ジェームズ・リーチャード、リック・ペリーは、アメリカ合衆国の政治家。ドナルド・トランプ政権で14代目アメリカ、合衆国エネルギー長官、47代目テキサス州、知事などを歴任した。1950年3月4日に、西テキサスのアビリーンから北に位置する、ペイント・クリークで、父のジョセフ・レイ・ペリーと母のアメリア・ジューン・ペリーとの間に誕生する。 綿花農業を営む父は、ハスケル軍の軍政委員長と教育委員会のメンバーを務め、第二次世界大戦中は、ビブ住手であった。ペリーは、フソがテキサスに移住して、以来5世代目にあたる。父方の祖先である、ジェーン・キリアンは1832年に9歳の時に、両親であるジョン・ペリーとマリア・ペリーと共に、テネシー州から、メキシコ領テキサスに移住した。 母方の祖先の IC アベルスはミシシッピー州から来た直闘族であった。1968年にペイントクリーク高等学校を卒業する。ペリーはボーイスカウトに属しており、アメリカボーイスカウト連盟で最高の新旧機将であるイーグルスカウトを得ている。1968年にペリーはテキサス A&M 大学に進学し、 獣医学を専攻し1972年にテキサス A&M 大学を卒業する。在学中は同大学における士官候補生団のメンバーとなっている。学業成績 GPA は4.0中2。ごと貫維しくなく、獣医の道ではなくアメリカ空軍に入隊する道を選んだ。大学卒業後にアメリカ空軍に従軍し、 パイロットの訓練を完了した後、1977年に退役するまでの間、アメリカ国内、ヨーロッパ、中東で C-130 輸送機の操縦に従事した。退役時の階級は大尉であった。空軍を退役した後、サウスウエスト航空のパイロット訓練のプログラムに参加したが、故郷のテキサスに戻り、父と共に綿花栽培事業に従事する。 1982年にエレメンタリースクール以来の幼馴染みで恋人で看護師のアニタ・シグペンと結婚し、ハスケルの外の600平方メートルの家に転居した。1984年に民主党からテキサス州会議員に当選した。1987年には当時のテキサス州知事で共和党のビル・クレメンツが提出した57億ドルの 増税案に賛成票を投じている。また、年間7200ドルであった衆議会議員の報酬を3倍にするという法案を共同執筆している。この法案は、州の住民投票により否決されている。1985年にアメリカ合衆国会議員でアメリカ民主党のケント・ハンスが共和党に倶楽した際には、自分であれば離党し転向するより、 むしろ党を変えようとするだろう。残念だと、アビリーンリポーターニュースが身に語っている。その後労働者災害保障保険制度の法案を議会に提出し、当時州内の政治に強い影響力を持っていた法廷弁護士たちを怒らせたが、1989年にこの法案は可決した。1988年、 アメリカ合衆国大統領選挙では、アルゴアを支持し、テキサス州のアメリカ合衆国大統領選挙の民主党予備選挙で、ゴアのキャンペーンマネージャーを務める。この際、ジェシー・ジャクソンを支持するジムハイタワーに対抗するために、共和党に倶えするのではと噂された。テキサス州の共和党委員長、フレッド・マイヤーやフィルグラム上院議員ら元民主党の 共和党議員からの積極的な加入の後、1989年9月29日に所属政党を共和党に変更した。1990年に州農政監察官に共和党候補として立候補し、ハイタワーに勝利して当選した。同州会議員を歴任後に1998年の中間選挙でテキサス州副知事に当選した。 2000年アメリカ合衆国大統領選挙で当選したことによってジョージ・ W ・ブッシュがテキサス州知事を辞任したのに伴い公認として州知事に昇格した。以後2002年2006年2010年の選挙で当選し州史上最長の在任期間の知事である。また2011年時点で連続在任としてはアメリカの50州で最長期間の知事である。 また、テキサス州知事就任後のペリーは同州に100万人の雇用を生み出すことに成功するなどの実績を積んでいる。2012年アメリカ合衆国大統領選挙の共和党候補が本命不在を叫ばれる中、それまでに出馬を表明した候補に不満のある勢力から反ワシントン色の強いペリーに対する大望論が浮上し、その動向が注目されていた。 2011年8月13日に南部サウスカロライナ州の集会で2012年アメリカ合衆国大統領共和党予備選挙に出馬を表明した。しかし度重なる出現を連発するなどして評価を下げた。例えばサウスカロライナ州での討論会でペリーはトルコは北大西洋条約機構に止まるべきかとの質問にトルコは イスラム教のテロリストに統治された国と発言した。その上で、加盟の是非を議論するだけでなく、国際援助をゼロにすることも検討すべきだと発言した。これは、トルコ政府が17日に異例の抗議声明を発表する騒ぎに発展し、アメリカ合衆国国務省が釈明に努めるなど、国際的な波紋を広げた。11月上旬のテレビ討論会では、 肥大化した政府組織をスリムにするために三つの政府機関を潰すと訴えた。その際問題の省庁を省務省、教育省と指折り数え始めたが、そして長く沈黙した。あれ三つ目は何だったかなと言い、場内に失笑が溢れる中で再度三つの名を挙げようとするが、またも三つ目が思い出せず、他の候補者からは EPA か と突っ込まれる。そう EPA、いや EPA ではない。EPA の改革は必要だが、とペリーは苦笑した。そして3度目の挑戦では2番目の教育賞すら忘れ、彼の口からは、商務賞しか出てこなかったので、うっぷす、と言った。このしばらく後に、第3の機関がエネルギー賞だったことを思い出したが、支持率を大きく減らした。 2012年1月19日に選挙戦からの撤退を表明し、ニュート・ギングリッチ元会員議長の指示を表明した。2014年8月15日に、職権乱用など2件の罪で、オースティンの大売信によって起訴された。2015年に、テキサス州知事を退任した。2015年6月4日に2016年、アメリカ合衆国大統領選挙への出馬を、 表明した。2015年9月に2016年、アメリカ合衆国大統領選挙からの撤退を発表する。2016年12月14日にドナルド・トランプ、次期大統領によってアメリカ合衆国エネルギー長官に指名され、2017年3月2日にアメリカ合衆国上院にて62対37で承認されて14代目アメリカ、 合衆国エネルギー長官に就任した。2017年6月1日にパリ協定離脱を表明したトランプ政権内で、ペリーは地球温暖化会議論者と言われているが、ティラーソン国務長官とともにパリ協定に止まるよう説得していたと表示られている。トランプ大統領のパリ協定離脱表明直後には、中国が気候変動対策でリーダーシップを取ることを、 歓迎するとしつつ、パリ協定から離脱しても、依然アメリカは、クリーンテクノロジーでの優位性などから、温室効果ガス排出削減のリーダーであり続けると、述べた。同年6月6日には、パリ協定離脱反対派である、カリフォルニア州のジェリー・ブラウン州知事とともに、中国が、北京で主催した第8回クリーンエネルギー部長級会議に、出席した。 中国の超高麗副首相と会談して、クリーンエネルギーでの米中協力で一致するも、一地方自治体に対する異例の厚遇である中国の習近平国家主席との会見を行った、ブラウン州知事との対応の違いが目立ったが、ブラウン州知事は、中国の一帯一路に参加する意向を示し、南京から北の移動に高速鉄道を利用したことが対愚の違いにつながっている。 2019年4月にエネルギー長官からの退任に向けて調整が進められていることが報じられたが、同年10月17日にトランプ大統領はペリーが年内に退任することを明らかにして、2019年12月1日にエネルギー長官を退任した。地球温暖化に懐疑的な立場をとっており、 大気中の二酸化炭素の増加を抑制する努力がアメリカ経済に大きな打撃を与えると語っている。同性結婚と妊娠中絶の合法化に反対の立場を表明している。聖書の無誤性を信じていると語り、インテリジェントデザイン説を信じていると主張している。2011年8月18日に大統領共和党予備選挙のキャンペーンで、 ニューハンプシャー州を訪れた際に、地球は何歳だと思いますかという少年の質問を受けて、自分にはわからない、かなりの年月を経ているなどと答えている。さらに少年から、進化論について尋ねられ、進化論は一つの理論であり欠落部があると答えている。中東政策では親イスラエルの立場をとっている。 2011年9月20日にニューヨーク市内で開催された記者会見ではパレスチナの国際連合加盟申請の動きに対してパレスチナが国家設立に向けて行動する場合アメリカはパレスチナへの経済援助を見直すべきであるなど主張した死刑制度を肯定しており州知事就任後にアメリカ国内の死刑の約4割がテキサス州で執行されている 2004年に死刑が執行されたテキサス州の元死刑州の男性キャメロン・トッド・ウィリングハムについて無罪だった可能性を指摘する報告書が相次いでいる。しかし、法廷の過ちを調査する州の委員会が開かれようとした矢先にメンバー4人を相次いで退任させたため、冤罪死刑執行のもみ消しと批判されたアメリカ在京軍人会のメンバーである アニタシグペンペリー夫人との間に、息子のグリフィンと娘のシドニーがいる。ありがとうございます。